トーマス・アントン・ルドルフ・ラムは、オランダ・アムステルダム出身のフィンランド人、サッカー選手、クスカ・ソフィア所属。ポジションは DF、フィンランド代表。2005年に AG ・アルクマールの下部組織に加入し、順調にステップアップし、2011年にプロ契約を結んだ。2011から12シーズンよりトップチームに昇格し、 翌シーズンの2012年9月16日、ローダ JC 戦にてトップチームデビューを果たした。2013年12月12日、UEFA ヨーロッパリーグのポックテッサロニキ戦でトップチーム初ゴールを記録した。2014年7月24日、PEC、ズボレに移籍した。8月16日の FC、ドルトレヒト戦で公式戦デビューし、10月29日の KNVB カップ HHC ハルデンベルグ戦では DF ながらハットトリックを達成し6から1での対象の貢献した結果2シーズンの在籍でレギュラーとして活躍しリーグ通算64試合4得点を記録したズボレでの活躍からフルスの AG をはじめアヤックスアムステルダムなどがラム獲得に動いたが2016年7月8日 ノッティンガム・フォレスト FC がラムをフリーで獲得した。8月6日、デビュー戦となったバートン・アルビオン FC とのリーグ開幕戦では移籍後初ゴールを記録するなど順調な滑り出しを見せた。しかし、その後は怪我の影響もあり、徐々に出場機会を失っていった。2エンテのレンタル2017から18シーズンは FC、2ンテにレンタルされた。 レンタルされた理由は、ノッティンガム・フォレストの監督を務めていた、マーク・ウォーバートンが、ラムに、今シーズンの構想に入っていないと告げたためである。しかし、トゥーエンテではシーズンを通して安定したプレーを続け、リーグ戦28試合に出場した。2018年8月29日、ズボレと2年契約を結んだ。2015年6月9日、エストニア代表戦で、 フィンランドへ代表デビューを果たした。オランダ人の父とフィンランド人の母親に持つが代表でフィンランドを選択した。ありがとうございます。